米村キララのミリアファイル。今回のテーマはこちら、 P リーグ初参戦です。今回お話ししてくれるのは三上彩乃プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。投げる面恋キャスター、三上彩乃プロ。まずは自己紹介をお願いします。はい、54期生株式会社スターライク所属の三上彩乃です。アナウンサーと二刀流で頑張っています。そうなんですね、はい、アナウンサーさんということで、はい、現役で今はフリーでやっています。ちなみに P リーグは今まで見られていましたか？はい、もちろんです。始めた頃からずっと見ていたんですが、実際にコロナの前ですが、この会場でどうでしたか？もう実際に見ると本当に球の速さとか本当にびっくりして、確かに女子プロってすごいんだなって、迫力もあって、実際に至近距離で見ると全然違うなっていう風に感じました。実際にその場に自分が立つって考えると本当に不思議な気持ちです。Pリーグでは自分のどんなところを見てほしいですか？はい、私は腕の振り大切にしているので、この腕の振りを見てほしいのと、あとはピンアクションですね。ピンアクション、私も球は強い方だと思っているので、ピンアクションと、あと新しいポーズを考えました。この A という、あやなの A、 かわいい、こちら出せるように期待してください。なるほど。ちなみにこれはどんな時に？はい、ストライクとかスプリットメイクした時に出したいなと思ってます。今シリーズの目標は？皆さんに覚えてもらえるように頑張ります。 Pリーグ DVD ボリューム18、夢のドラフト会議2023。歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。Tリーグプラス会員募集中。 Tリーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作りタンブラーなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくはTリーグプラスで検索。